パゲティーニアラボンゴレビアンコを作ってみました。材料はこんな感じです。オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪入れて火にかけます。弱火ぐらいでいいです。ニンニク色づいたらあさり入れて炒める。白ワインをあさりの半分浸かるくらいの量に入れて、沸騰したら蓋して弱火。アサリが開いてきました。アサリが開いたら取り出す。1% の塩分濃度でスパゲティに茹でます。煮詰める。パセリ入れて、塩入れて味整える。エキストラバージンオリーブオイル入れて、スパゲティに入れて絡める。パセリ入れて、茹で汁入れて、アサリ入れて、盛り付け。パセリ入れかけて、エキストラバージンオリーブオイルかけて完成です。実食。うまい、めっちゃうまい。アサリの出汁効いと美味しい。うまっ、アサリうまっ。うまいなぁ。おいしすぎる。うまい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 、めちゃうまい。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。